先取り学習、独学で全部自分が完結させられるか、あるいはということはつまりそう自分でやるしかないと。そうですね、学校なんかいらねえよ。で、うんうん、で実際その自分でやってて、武田塾チャンネル、花粉症ですか？いや違うんですよ、さっき餃子食いすぎてニンニク臭くて中村先生申し訳ないなと思ってマスクしてますいやね、また新しい1年がやってきますけれども、やってきますね、うん、はい、結局外すんだはーっつって、はい、すいません、はい、はい、まあね、はい、ぜひ、ね、悩んだことあれば相談してほしいということで、はい、はい、そんな受験生の悩みに答えるこの番組は受験相談 SOS。 若林先生、はい、今回の質問はですか？今回の質問はですね、うん、今高校1年生ですと、進研模試の偏差値が75ぐらいです。すごい、うん、京都大学の工学部を目指していますが、高校選びを間違えて近くの偏差値55ぐらいの自称進学校に進んでしまい、うん、学校の進みが遅くて困っています。なるほど、他の進学校に負けないためにはどのようなことをすればいいでしょうかと、うん、おすすめの勉強法を教えてください。なるほど、なるほどね、進学校ね。そうですね、まあこれはよくある話なんですけど、はい、武田塾って結構逆転合格とかってしたいっていう相談来るじゃないですか。そうですね。でその逆転合格したい時に学校が自分の行きたい学校一人も出てなかったりとか、ああ、何十年に一人しか出ないみたいなことあったりするじゃないですか。それで不安だっていう子は多いですね。この場合って学校のペースに合わせてやったら絶対受からないじゃないですか。当然そこに受かるようなやり方でやってないからね。はっきりしますね。そう、ということはつまりそう自分でやるしかないと。そうですね、学校なんかいらねえよ。で、うんうん、で実際その自分でやっててやっぱ偏差値出せてるってことだから、これをやっぱその京都大学のレベルまで自主的にこう進めていく必要があるわけなんですね、はい、そうなると解決しなきゃいけないポイントっていうのはもう結構明確で、はい、先取り学習、独学で全部自分が完結させられるか、あるいはそれが独学じゃなかったとしても京都大学に間に合わせられるだけのやり方を自分で構築できるか。うん、計画立てるのがまず一番大事ですよね。そうだね、うん、だから基本は、まあ、独学中心になると参考書主体のやり方になるとは思うんだけど、でそれに合わせてじゃあ理解を深めるっていう意味で参考書でそれができるのかな、うん、それできないからじゃあどうする、もしできなかったらどうする、じゃあそれは例えばその映像授業やってるような塾に行くのか、もしくはそのスタディサプリだったりとか、まあ、学び映像だったりとか、そういうところを利用するのか、うん、もしくはその、まあ、武田塾みたいなところで個別の指導を受けるのか。そうですね、まあ、これ個人個人の差があるじゃないですか。武田塾はもちろん武田塾が一番いいと思ってるんだけど、そうですね、うん、一番だと思ってます。そうだけど当然その人にとって何がいいかっていうのはやっぱその人自身がどう考えるかによると思うから、うん、だからまずいろいろね、こう解決策っていうのはい、考えた方がいいです。ただ今の時点で模試の結果結構出せてるってことは今やってる勉強はちゃんと身につけられてると思うから、そうです、ね、今困ってないなら今のまま先取りをどんどん進めていっちゃってほしい。その困った時に何が困るから、じゃあ何で解決するかっていうので、その新しい何か追加がいるなら、自分でやるだけじゃなくて何か追加がいるならそこを考えていけばいいんじゃないかなって感じですかね。はい、はい、なのでそういうふうにしっかりと計画を立てて考えてやっていけば、うん、自分の言ってここが出てない、一体どこに出てないとここでも全然問題ないですよね。うん、問題ないです。問題ないです。いけるよ。はい。はい。しっかり頑張ってください。はい。で、今回の質問は以上です。はい。大学別対策動画で扱っている大学のカリキュラム、実は最寄りの武田塾でもらえます。全国の武田塾で配布イベントをやっておりますので、よかったら最寄りの武田塾にご相談ください。よろしくお願いします。